清和コリナラ運輸株式会社は、広島県呉市合原町に本社を置く、総合物流企業である、一般貨物自動車運送業業者として、各種輸送サービスを全国に展開している。公開工場を経営していた創業者、渡辺義隆が、良いものでも、お客様の手元に届かなければ意味がないという、考えから、製品の輸送のために立ち上げた、清和商会が前進である。 交換や金属製品の県外への配送増加に伴い製品の梱包作業の頻度も増加したため梱包部門を開設するとともに聖和ゴリナラ運輸株式会社へ社名が変更された私たちは物流活動を通じお客様や地域社会の発展に貢献することを使命とします私たちは常に誠意と和を持って行動します私たちは常に 新しい可能性にチャレンジします。私たちはお客様に安心と満足を提供できるよう努力し続けます。通常、梱包の棒の字は包みを使用するが材料に木を使用式で包むことから奈良の字を当てている。目立つ色をということでオレンジ色をメインカラーに採用している。車両はオレンジ、ホワイト、ネイビーの3色に塗り分けられており、それぞれがオレンジ、 イコール太陽、ホワイトイコール人と、第一ネービーイコール界を表している。広島県下を中心に、全22営業所を展開する。ありがとうございます。